ウッドカットです。どうぞ。今度は東京グリーンビズということで、緑を都心にも、そしてまた多摩地域や島にもですね、より多くの緑をこれからも増やしていこうということで、地産地水にもつながるような、そんな対応ができますように、今日のもっこれを通じて、より皆様方のご協力ご理解いただきたいと思っております。